はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビーです。では今回はカンパニーオブヒーローズノルマンディ進行、続きをプレイしていきたいと思います。192コーチということで、今回のミッションはステージ9ということになります。エーベル中隊と192コーチの間には迷路のように入り組んだボカージュが横たわり、そこにはドイツ軍の88ミリ対戦車砲と装甲手段が待ち受け、さらには歩兵部隊が潜んでいる。中隊に与えられた任務は、三路への進軍に先立って、この高地を確保することだということですね。装甲手段っていうのは、まあ、いわゆる戦車ですね。では早速、プレイの方を始めていきましょう。ミッションをプレイする。Lost contact with Charlie Company. Their orders were to take Hill 192. They failed. We know that the elite Panzer Lehr Division has been assigned to defend St. Lo. Panzer Ace Joseph Gunter Schultz has been spotted in the area. Before we can take St. Lo, Abel Company needs to capture Hill 192.What's the matter, Franks? Ever seen a dead body before? For 3 days, our division has been trying to capture Hill 192. The German 352nd Grenadier holds it. We're gonna take it. The hedgerows are heavily defended. This means we'll be clawing our way uphill under intense fire, so watch your flanks. That's not all. The 352nd is reinforcing from these towns. If we can secure these areas, it'll stop them from attacking our line of advance. Expect these two roads to be well defended.Avoid them for as long as you can. Taking Hill 192 won't be easy. Charlie Company was wiped out trying to take this hill. Now it's up to us. Good luck, Abel. では早速プレイの方に入るんですけども、リハーサルで見事に失敗しました。時間が足りないですね。なので、急いでプレイの方進めていきます。まずは戦車が欲しいので補給所を建てて、補給所を建てた後はですね、戦車を要請したいと思います。まあ、この辺りは、まあ、できるだけ迅速にという形でね、進めていきたいと思います。なので、多少ね、戦車がいない段階であっても、ゴリゴリと、先へ進めていきます。さらに、工兵も要請しましょう。早速敵がいますね。まあ、こういった敵をしっかり排除しながら進んでいきましょう。で、戦車基地が完成した段階でクロコダイルとカリオペが来ます。クロコダイルは火炎放射器持ってるので結構使えますね。で、カリオペは連装ロケット砲なのでこれもまた強い。これらを使って、まずはね、周辺の敵を一掃していきましょう。あと意外とというとちょっと語弊あるかもしれないんですけど、結構ですね、狙撃兵とか使いやすいんで、ここで狙撃兵を養成できるようにしておきましょうか。
カリオペの連装ロケットミサイルは使いながら、被害がね、あまり出ないように、敵を排除しながら進んでいくっていう作戦でいきます。本当に時間との勝負だなっていうのがこのステージの特徴だというのが分かったので、時間にね、しっかり気をつけながら進んでいきましょう。で、敵の戦車もだいぶね、賢くなってます。賢くなっていて、動き回ってこちらの側面を取ってきたり、2両3両で同時に攻めてきたりっていうような運用をしてくるので、こちらもね、負けじと、ちゃんとね、運用を考えないと、あっという間にやられてしまうっていうことがあるので、そのあたりはね、気をつけていきましょう。さあ、シャーマンを1両、養成したものが到着しました。カリオペのミサイルを使っていきます。ではまた、連装ロケットで、前方の安全を確保して、それから進んでいきたいと思います。敵の戦車だな。この戦車がね、本当に厄介なんですよね。さらに戦いながらですけども、ミサイルで前方の安全確保していきます。安全確保したら戦車を先頭に少しずつ進軍していきます。確実に進軍ですね。もう1両戦車が欲しいので、まあなんとかここはここの燃料基地を奪いましょう。ここにいる戦車もね、なんとかみんなでタコ殴りにしたいですよね。ゴリアテが来た。ぐはゴリアテの自爆攻撃を食らってしまいましたね。ちょっと急いでエンジニアを養成しましょう。エンジニアの数が不足してますね、今ね。で、拠点を1個確保できはしたので、これでまた戦車が1両養成できそうです。いや、本当に油断ならないというか、敵もあの手この手で、いろいろ攻撃仕掛けてきますね。で、ここに前線基地を設営して敵の兵舎だった場所を接収しようとしてます。で、この間に回復できる人たちは回復しましょう。では、この一番左ですね、この左のルートを通って前に進んでいきます。今のとここのルートをちょっと進んできましたけど、敵らしい敵は見当たらないので、まあ、進みやすい、進軍しやすいルートにはなってます。いや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 、そんなことない。こんなところに対戦車砲が仕込まれていますね。これはちょっとまずいので、どうしましょう。この対戦車砲を。どう無力化するかだな。スナイパーをちょっと使いましょう。スナイパー、こういう時こそスナイパーですね。敵の迫撃砲の攻撃を受けてますね、今度はね。これをダッシュしたいですよね。これをね、これで敵のこれが奪えるぞ。
で横から敵のロケット兵が来てるので、このロケット兵始末したいですね。せっかく奪った対戦車砲が一瞬にして蹴散らされてしまいましたね。ここに敵の砲台指揮所みたいなのがあるので、これを破壊しろという命令が来たんですね。またそれ以前にちょっとまずいのがこの戦車だ。こっちからも戦車が来てる。戦車の数が足りない。ちょっとカリオペを使ってここ2両撃破しちゃいましょう。当たってくれよ。当たってさえくれればなんとかなる。いや、だいぶ削られたな。だ、戦車がやられた。しょうがない、ちょっと一度引きましょう。カリオペがいるところまで引きます。だ、シャーマンがもう一両やられてしまった。さて、ちょっとじゃあ体勢の立て直しですね。結構、まあ、こっぴどくやられちゃいましたので、一度本当に戦力の立て直しが、まあ、必要かなっていう状態になってしまいましたね。さらにちょっと後ろに引いた方が良さそうだな。シャーマンが到着するまで耐えましょう。ではシャーマンをまた2両要請しましたので、これで進軍してみましょう。敵の戦車も強いんですよね。ちょっとまた時間がなくなってきてるので、積極的に出ていきましょう。さあ、ここにいる戦車2両をなんとか連装ロケット砲で2両とも灰にしたい。もう一両いってほしかったな。残念、もう一両はいけませんでしたね。ただだいぶ敵をねここで叩けたのかなと思うので、それは大きかったですね。さあ、残りの時間がだいぶ少なくなってきてます。もうちょっと前に進んでいかないとまずそうですね。部隊全面的に前に出しましょう。そして敵のね拠点を射程に収めつつあるので、ミサイル攻撃していきます。さあ、敵の本拠地に攻撃仕掛けてますね。ここを占領しなきゃいけないんですが、ちょっと時間なくなってきてますね。戦車も総動員して、ちょっとここは一気に拠点を取りに行かないといけないかもしれないですね。ゴリアデがいる。なんとか被害最小限で済んだな。さあ、もう時間がなくなってきてる。もう高地に突入するしかないですね。突入しましょう。とんでもない状況になってるな。
あ強引に占領に入ってます。なんとかあと、もうちょっとので、行ってほしいですけどね。達成しました。50分以内っていうのがちょっと達成できなかったのが惜しかったですね。あと多分 2,3 分だったと思います。というわけで、なんとかこの1級2高地の占領、あと 2,3 分あればなっていうところでしたけど、確実にステージの難易度上がってますね。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。